が、身型最新英語栄冠が続々収益する中、新たに6番艦のアガノが浸水したとの情報をキャッチしました。今回は、このアガノ浸水で見えた、モガ、身型の凄さを詳しく見ていきますね。ほんと、このクラスで7万馬力は異常だよね。30ノットとの予測だが、もっと出るかもしれません。中国の055型とは、性能は別格かもしれません。中国には、建造できない技術を三菱は、持っていますからね。2022年12月21日、長崎県長崎市の三菱重工業者の中崎造船所において、昨年2021年6月に寄港されていた海上自衛隊向けのモガ身型護衛艦の6番艦が浸水を迎え、アガノと命名する式典が執り行われた。アガノの艦名は、福島から新潟にかけて流れる日本海に注ぐ一級河川のアガノ川に由来するもので、太平洋戦争時にアガノ型2等巡洋艦のネームシップとなって以来、海上自衛隊では初の使用となった名称である。大日本帝国海軍時代のアガノは1942年に就役し、第3艦隊の中の第10戦隊の機関を務めたが、1944年2月にトラック島の沖合でアメリカ海軍潜水艦の魚雷攻撃を受け、撃沈され艦命を終えた悲劇の艦でもある。アガノ型二等巡洋艦は、1番艦であるアガノ以下、2番艦、能代、3番艦、矢作、4番艦、佐川の4隻が太平洋戦争中に建造されたが、最後の4番艦、佐川以外の3隻は、今のモガ、身型護衛艦に艦名が継承された形となった。現在のモガ身型護衛艦は、今回の6番艦のアガノ、以降も、7番艦が、今年2022年6月、8番艦が、8月に寄港が行われており、おおむね、1年に2隻ずつが寄港され、それらが順を追って収益していく、サイクルを保っている。これまで、海上自衛隊においてもが身型護衛艦は、予算の確定から、約2年を経て寄港、寄港から同じく、約2年を経て、収益を迎えるスケジューリングで数を増やしてきているが、現状では22隻が建造されることが見込まれている。も、が、身型護衛艦は1番艦で、ネームシップの、も、が、身が、今年2022年4月、2番艦の、熊野、が、同年3月と、も、が、身の機関部のトラブルにより収益順が入れ替わったが、海上自衛隊の水上戦闘艦としては最新の艦級である。使用上のモガ身型護衛艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルとなっており、現在の艦級の区分上では、フリゲート艦に分類される大きさだ。またもが、身型護衛艦は、機関部には、ディーゼルとガスタービンを組み合わせた、コダグ方式を採用しており、燃費性能と高速性能の両立を図り、このサイズのフリゲート艦としても、強力な7万馬力を発生させることが可能である。この実現のために、イギリスのロールス・ロイス・ホールディング社製の MT30 ガスタービンエンジンを1機、ドイツの満車製の 12V28-33D-STC ディーゼルエンジンを2機搭載しており、スクリューは2軸となっている。も、が、身型護衛艦は、こうした機関部の構成によって、最大30ノットとされ、高速の発揮を実現しているが、従来艦のように、機関部専用の操縦室は設けられておらず、その始動と停止は、CIC、戦闘指揮所で行う形式である。さらに、
航行中の艦の速度の調節は艦橋から操作する方式であり、これら CIC 戦闘指揮所や艦橋に操艦要員を集中的に配置することで艦全体の運用に必要な人数の精進化を行っており、乗組員の定数はおよそ90名と少ない。前述したのが身型の CIC 戦闘指揮所には出入り口部分を除いて上下から見た場合にほぼ円形に14基ものコンソールと各種のモニター類が集中的に配置されており、ソーナーや機雷戦闘部門の機能も包括している。もが身型護衛艦は従来の艦艇と比してコンパクトなサイズの中に対艦、対空、対地、対専用の各種の兵装を搭載することに加え、これまではもっと小型の掃海艇が担当してきた対機雷戦闘の能力も付与されていることが特徴である。対機雷戦闘用の装備としてもが身型護衛艦は専用の OQQ-11 ソーナーシステム、機雷排除用水上無人機 USV 及び機雷捜索用水中無人機 UUV の2種類の無人機を運用する能力が与えられた稀有な水上戦闘艦となっている。もが身型護衛艦は機雷排除用水上無人機 USV に対しては電波を介した通信を行い、機雷排除用水上無人機 USV と機雷捜索用水中無人機 UUV との間では音波を用いた通信を行う形式で対機雷戦闘への対処を担う。ここでもが身型護衛艦が搭載している機雷排除用水上無人機USV に対しては、三菱重工業者が製造を実施している OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機であり、2013年から4年の歳月をかけて実用化されたものである。OZ-5 自立型水中高層式機雷探知機は、直径が 533mm、全長が 4.0m、重量 900kg、最大速力7ノット、4ノット巡航時で約9時間稼働。誘導は GPS 及び INS 方式で、リチウム二次電池を動力源としている。この OZ-5、自立型水中高層式機雷探知機の高周波合成開口ソーナーには、フランスの軍需企業大手のタレス社製のものが採用されており、自衛隊の装備品として、外国製といえば、そのほとんどがアメリカ製という中では珍しい組み合わせだろう。タレス社は、かつてはトムソン CFS という企業名であったが、2000年にイギリスの軍需企業を吸収、合併を行ったことを機に、現企業名に改めており、フランス政府自身が 26.4% の株式を保有する筆頭株主で国策会社と言ってよいだろう。さて、ここまで、ハモが、身型護衛艦の概要や特徴について述べてきたが、現在の日本が仮想敵国としている中国、そして、ロシアで、同様の位置づけとみなせるフリゲート艦について、その簡単な比較を行ってみたい。まず、中国では、このクラスでの艦艇は、054型、航海型フリゲートが挙げられ、同艦は、細かくは試験艦である054型航海愛型とその改良版で、かつ量産型である054A型、海愛愛型の2種類に大別することができる艦艇である。量産型である054A型、海愛愛型フリゲートは基準排水量が3450トン、満載排水量が4050トン、全長が 134.0m、全幅が 15.0m、機関部は複数のディーゼルエンジンを組み合わせた CODAD 方式を採用、最大で 27,200 馬力、27ノットを発揮するとされる。054A型、エカイアイアイ型フリゲートハモが、身型護衛艦が VLS 垂直発射艦を16セル搭載予定であることに比して、倍の32セルを搭載しており、
主兵装という点では強力であり、すでに31隻が就役、9隻が建造中と伝えられている。今年2022年12月に、日本が安保関連3文書の改定内容に関して、中国を事実上の仮想敵国として懸念していることを盛り込んだことに反応し、遼寧らの6隻の艦隊が東シナ海に進出したが、これに 054A 型エカイアヤエ型フリゲートも含まれていた。続いて、ロシアだがも、ガミ型護衛艦に相当するのは、アドミラルゴルシコフ級フリゲートと召され、基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が 135.0 メートル、全幅が 16.0 メートルの艦隊を持っている。アドミラルゴルシコフ級フリゲートは、2018年7月に1番艦が就役し、2022年12月時点までに2番艦までが就役済み、6隻が建造中と召されており、最終的には15隻が建造される可能性があると考えられている。1991年に旧ソ連邦は自然崩壊を迎えたが、その後継国家となったロシアでも財政難が続き、1990年代には海軍において大型の水上戦闘艦を建造する余力を完全になくしていたが、2000年以降の原油価格の高騰が、その状況を変えた。世界的な原油価格の高騰は、資源大国であるロシアに、経済的な余裕を与える方向に作用し、そうした政治、経済の流れの中で、半ば偶然の産物とも言える悪運の強さで企画されたのが、アドミラルゴルシコフ級フリゲートだと言えるだろう。アドミラルゴルシコフ級フリゲートハモが、ミ型護衛艦と同様に、機関部にはコダグ方式を採用、最大で5万5000馬力と30ノットを発揮し、主兵装には、054A 型エカイアヤエ型フリゲートと同じく、32セルの VLS、垂直発射艦を装備している。ウクライナで沈没した、アドミラルもそれほどではなかったのか。ミ型の凄さが、これで理解できましたね。しかも、乗務員の数が、桁違いに少なく運用できるのも、現代の技術ですね。ハイテクとの組み合わせって、ここまでの高性能な護衛艦ができるんですね。一本、やばい。日本の通常動力型潜水艦が世界屈指となる中、世界の原子力潜水艦の廃棄が30年も進まない状況が、この度世界に発信された。今回は、原子力潜水艦の原子炉廃棄を詳しく深掘りしていきます。オーストラリアも、世界に原子力潜水艦導入と堂々と発表しているが、廃棄まで考えていないのではないのかな。日本は原子炉よりもはるかにいい燃料電池を考えているとか、いないとか。2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では、動力源に原子力推進を使用するものはなく、すべてが通常動力推進艦で構成されているが、世界の海軍に目を移せば、多数の国が保有と運用と、そして一部で退役後の保管も行われている。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、稀に
現ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めている。そもそも、原子力推進方式の航空母艦を、この2023年時点で保有、運用している国は、アメリカとフランスの2国のみで、前者が、ニミッツ90隻、ジェラルド・ R ・フォード級を1隻、後者が、シャルレド・ゴールと、合計でも12隻しかない。しかし、アメリカは、世界初の原子力推進型の航空母艦として、1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は、3年後の2015年5月から着手した状態である。このエンタープライズの原子炉の処理は、IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社は、アメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計、建造、燃料交換が可能な唯一の造船企業である。エンタープライズは、アメリカ海軍のそして、世界で、初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は、未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっている。エンタープライズには、ウェスティングハウス社製の A2W 加圧水型原子炉が、合計で8機も搭載されており、その撤去には、一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも、多額の費用が必要となってくる。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを、実際に記念艦として復元し、保存することの意義については、意見が分かれている感もあり、実際に、最終的な措置がどのように推移するのかの決定には、未だ、しばらく時間を要すだろう。ちなみに、エンタープライズという艦名は、アメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・ R ・フォード級の3番艦として、2022年4月に寄港されたものに、すでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みである。そして、今後のアメリカ海軍では、1番艦である、ニミッツが、1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有、運用中のニミッツ級の退役も、50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りで、その対象が増加していく。ミニッツ級は、原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体は、わずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についても、その工数は下がっていると思われる。エンタープライズの場合、8機も、原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なくも積もっても、およそ1000億円弱、多ければ、その倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は、優に、通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵する。さて、続いての原子力潜水艦であるが、こちらは、2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国が保有、運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっている。こうした中で、西側諸国の中では、アメリカとフランスが、退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるが、残るイギリスはといえばこれを実施し始めたのは最近である。それまで、イギリス海軍は、退役を迎えた原子力潜水艦を、特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも、多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があった。前述した、オーストラリア、アメリカ、
イギリスの3カ国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、オーストラリアは、まず、アメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を、少なくとも5隻は調達すると目されている。その後、イギリスとの共同開発によって、軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるのだが、やはり、その退役後の処分には、イギリス流のやり方が有力視されている。すなわち、オーストラリアでは、今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に係留して保管し、しかるべき時期を経た後に、最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだ。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として、原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に、自国で未知の領域である、原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているのだろう。さて、そんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月に、アメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社は、イギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表した。今回のこの両社の契約の目的は、アメリカとイギリスの両国において、今後も、退役後に、原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されている。前述したように、アメリカ海軍は2025年以降にミニッツ級航空母艦を順送りで10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越して、その能力を高め、かつ、同盟国や友好国にも、その技術を戦略的に供与する意図がある模様だ。こうして、アメリカとイギリスは、原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも協調、協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに、解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろう。フランスとしては、急遽のオーカスの締結によって、本来、自国がオーストラリアと進めていたシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を宝具にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうか。さて、イギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA、サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から、初の解体処理に着手したことが報じられている。今回 SDA、サブマリンデリバリーエージェンシーが、初の解体処理に着手した対象は、1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアである。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして、一番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に、31年もの係留、保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け、燃料と放射性物質の除去を実施する。SDA、サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については、従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦体に使用されている合材や部品は、9割以上を、再利用もしくはリサイクルが可能と述べている。イギリス海軍は、スウィフトシュア級より、以前の、バリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻もすべて係留、保管しており、今回のスウィフトシュアは、予定では、2026年内に解体を終えるとしている。
今回は IHI 社製の次期 XF9 エンジンについて見ていきましょう。 F3 戦闘機の開発が急がれていますが、その次の F5 戦闘機開発は純国産でできそうです。次期 X 通信量産化で世界のトップへ。2035年に退役開始が予定されている国産の F2 支援戦闘機の後継機として、防衛省が開発を進めている次期戦闘機ですが、2018年、平成30年の31中期号で開発が決定。2020年、令和2年、三菱重工が開発主体となって、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになりました。三菱重工業とスバルと川崎重工業が、機体の開発を担当。エンジンは、IHI、三菱電機が、電子戦装備を制御するミッションシステム。東芝、富士通、日本電機、NEC が、レーダーを含む電子機器を担当することになり、200人超の体制で、開発が進められていました。そして、2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアの3国は、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画と、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国が、共同開発を進めていた、BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、次世代戦闘機を共同開発することを発表しました。2023年3月時点で、スウェーデンは不参加となっています。日本では、次期戦闘機開発計画と同じく、三菱重工が主契約者となり、機体、IHI が、エンジン、三菱電機が、電子機器を担当することになりました。イギリスは、BAE システムズが、機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.P.A. のイギリス法人が、電子機器を担当し、イタリアからは、レオナルド S.P.A. とアビオエアロが、開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も、参加するそうです。このプロジェクトは、2024年頃までに、各社の、詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年頃の生産開始が目標、2035年に初号機が配備される予定ということです。次期戦闘機のエンジン開発については、今後、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI のそれぞれが開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新たな実証エンジンを製作することで合意しています。共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両戦闘機の開発費について、数千億円に上る巨額な経費節減が可能になると考えられています。エンジン開発の基本になるのは、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた将来戦闘航空システム技術構想、FCAS、TI、Future、Combat、Air、システム、テクノロジー、イニティアティベと、IHI が、プロトタイプを製作した先進実証エンジン XF9-1 です。高級車で有名なロールス・ロイスでは、まだ実証エンジンの製作は行っていませんが、IHI が独自に開発を進めた XF9-1 は、純国産ジェットエンジンとして、2018年6月にプロトタイプが完成しており、防衛整備庁航空整備研究所に納入され、性能試験が実施されました。XF9-1 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求です。その理由は、エンジンを搭載する次期戦闘機のステルス性能を向上させるため、兵装を機体のウェポンベイに格納すること、燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があるからです。
そのため、搭載するためには、大出力でありながら、スリムでコンパクトなエンジンが求められるのです。テンペストもまた同様のコンセプトで、両戦闘機のエンジンに関わる要件は統一されていませんが、両戦闘機ともステルス性能を高めることが求められるだけでなく、大出力が必要なのは推力を稼ぐだけでなく、高度なアビオニクスを支える高性能な電子機器の大きな電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーション、パワーステーション、イン、ザ、スカイであるべきという考えに基づいているのです。IHI が提供する XF9、1エンジンのプロトタイプサイズは、アメリカ空軍の F-15 イーグルに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同サイズです。しかし、推力は、最大15トンを発揮することが、試験で確認されていて、これは、アメリカ空軍の主力戦闘機第5世代ステルス戦闘機 F-2 にラプターに搭載されている F-100 と同じプラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンと並ぶ出力なのです。また、F-119 とのサイズを比較すると、F-119 が全長 5.16 メートル、道が 1.168 メートルであるのに対し、XF-9、道は全長 4.8 メートル、道1メートルですから、XF-9、1が、かなりコンパクトなサイズに仕上がっているかがお分かりでしょう。この XF-9、1のサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間では驚かれたそうで、今回の共同開発の話が短期間に進められたのは、日本側が、XF-9、1のプロトタイプを完成させていたことが、大きいと言われています。XF-9-1 は、高圧軸と低圧軸の2軸を持つ、アフターバーナー付き低バイパス比ターボファンエンジンに分類され、圧縮機前段部まで、強度の高いチタン合金を使用しているほか、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料、CMC を使用することで、エンジンの軽量化を図ったのです。さらに、タービン部についても、CMC、屋体熱性の高い先進金属材料を使ったので、少ない冷却空気流量でも、エンジンが必要な推力が発揮できるよう設計されていて、ステルス性能に、大きな影響を与えるテイクダクトの流路断面積の低減や、ダクト長の短縮に役立っているようです。中心部分には、高圧軸として、コンプレッサー6段とタービン1段があり、この前後に、ファン3段とタービン1段の低圧軸があり、その後部には、アフターバーナーと推力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上が図られ、コアクドギアボックスには、大電力を発電する、スタータージェネレーターが装着されている。タービン入り口温度は、1800°C に達すると見られます。この1800°C という温度は、ニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超えるもので、ジェットエンジンは、この温度が高いほど、高性能なエンジンと言われるので、XF9-1 のタービン入り口温度は、世界的に見ても、トップクラスということでしょう。1800°C を達成した陰には、ニッケルコバルト元の国産溶接鍛造ディスク材を用いた高圧タービンディスクや、国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への新素材 CMC の使用、耐寒強制コーティングの採用、さらに、ブレードの空機構による保護層の形成などの材料技術と流体解析技術を流用したことが、大きく貢献しているとされています。XF9-1 とロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用エンジンはアダプテイブサイクルエンジンですが、これは離陸時、上昇時、巡航時、
戦闘時などの飛行条件に合わせて、エンジン内をバイパスする、空気流を3段階変更することによって、バイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことです。これによって、エンジンの推進効率と燃費の向上が期待されると同時に、外側の3層目の空気流によって、冷却能力が向上するので、エンジンの熱管理が容易になるというわけです。ファン排気流は、巡航時には、コアケース外側のダクトを流れ、高速時には、コア内に排気流を導いて、推力増加に利用し、外周の複数のダクトは、ファン出口からの3層目の空気流を流すことで、推力を得ると同時に、エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みになっています。2019年6月に開催されたパリ国際航空ショーで、XF91 エンジンでは、推力変更ノズルの装着を想定して開発中ということが公表されています。XF91 には、2016年度から2020年度まで、推力変更ノズルを装着して使用した場合の高運動性、ステルス性確保などを目的として、推力変更ノズルに関する研究が行われました。推力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンが、飛行中に、噴流の向きを変えて、推力方向も変えることによって、飛行中の軌道に変化をもたらす装置です。垂直離着陸が可能な VTOL 機には、必要不可欠な装置で、昔は、ハリアー戦闘機に装着されていましたが、現在は、アメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストブル機で、F-35B ライトニング2戦闘機に使われており、この装置が装着されれば、次期、戦闘機は、F-35 のように、通常離陸型だけでなくストブル機も開発される可能性が考えられるのです。現在のところ、ロールス・ロイスの FCAS-TI エンジンは未完ですが、同社のエンジン開発における技術力や実績は定評があり、IHI の XF91 は実証エンジンが完成している強みがあります。この両社が協力することによって、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 に引けを取らない優れたエンジンの登場を期待したいものです。が新潟護衛艦6番艦阿賀野が浸水したという情報を入手しました。今回は阿賀野浸水について見ていきますね。悪魔的な建造力は日本が世界から注目を集めています。少人数化された AI 護衛艦の凄さは世界に知られることに世界に向け日本の高性な護衛艦を販売していくといいのかも。海上自衛隊が急ピッチで建造を進めているもが新潟護衛艦。ネームシップで一番艦のもが身が2022年4月28日に就役して以来、二番艦熊野、三番艦のし、ろが2022年中に就役しました。続く四番艦三熊が2023年3月就役予定。5番艦矢作と6番艦阿賀野が浸水して偽装中です。このように、
1年に2隻というハイペースで建造が進められ、現時点では22隻が配備される予定になっています。ちなみに、各艦の名前を見てお分かりのように、最上護衛艦シリーズには、日本国内の河川の名前が付けられています。この最上護衛艦は、従来までの護衛艦とは、コンセプトが違うようで、FFM という、新しい艦種記号が与えられています。FF はフリゲート艦を表し、艦体サイズとしては、おおむね、駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされていて、空母など戦闘艦を護衛する駆逐艦と同じ対戦、防空能力を備えてはいるのですが、揚陸部隊、補給部隊、小船団などの艦隊護衛が、主な任務ということです。そして、M は、多目的、マルチファンクショナルと、嫌い、マインの頭文字の M を合わせたもので、もが、身型護衛艦は、対戦、対空、対艦における、護衛艦にこれまでの求められてきた、艦隊護衛任務をはじめ、掃海艇が担当してきた嫌い戦まで、文字通り、多目的な作戦に従事できる艦種なのです。海上自衛隊は、これまで運用してきた護衛艦は、諸外国海軍における、駆逐艦、デストロイヤーと、同様の位置づけにしていました。その中で、秋月型のように対潜戦闘、対艦戦闘、対空戦闘のバランスが取れた護衛艦を、汎用型護衛艦として、DD という艦種記号を付与していました。海上自衛隊の艦種記号は、この他にもあります。例えば、混合型のように、艦対空ミサイルを多数搭載し、艦対防空を主な任務とするイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディット、ミサイルの G をつけて、DDG としています。出雲、型やヒューガ型のように、ヘリコプターを搭載して、対潜作戦などを担当する護衛艦には、ヘリコプター、ヘリコプタールの H をつけて、DDH としています。また、汎用型護衛艦 DD に比べて小型で、どちらかといえば、近海での活動を主担当とする、阿武隈型などの護衛艦には、護衛、エスコールトの E をつけて、DE という艦種記号がついているということです。海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇は、すべて護衛艦という呼称で統一しているので、フリゲート艦という艦種の設定は、太平洋戦争終戦直後、アメリカから旧型フリゲート艦の供与を受けて、1950年代から1970年代まで運用していた、クス型護衛艦以来となります。この FFM もが、身型護衛艦の構想が明らかになったのは、2013年12月に発表された25大綱によります。その中には、日本周辺の中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、海上自衛隊における情報収集、警戒監視任務が著しく増大してきたことに対して、そういった任務に対応する能力が護衛艦に要求されるようになったためです。沿岸防備部隊として、いわゆる護衛隊群に所属しない護衛隊、艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊の増加に加えて、海地が常時保有し運用する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていました。しかし、2014年から2024年の間に、旧式護衛艦4隻が退役する予定とされていたため、それらを入れ替えながら、増強を図ることを目的として、多様な任務への対応能力の向上と、艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇が、必要であるとして FFM という新艦種のもが、身型が計画されたのです。防衛装備庁による、当初設計における公募では、前述の多様な任務への対応能力の向上と、船体のコンパクト化の両立が求められていたので、2015年時点では、
この FFM は3000トン型護衛艦と称されていましたが、多機能性が要求されたことで、それに必要な装備を搭載する関係があり、最終的には当初計画から3割ほど大型化した3900トン型護衛艦となったのです。が、身型の艦隊の大きさを紹介します。基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルです。機関方式は、ディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせたコダグ方式で、MT30 ガスタービンエンジンが1機、MAN 車 12V2833D、STC ディーゼルエンジン2機が搭載されています。7万馬力を発揮し、2軸のスクリュープロペラによって、最大速力30ノットで航行するそうです。また、ステルス性に配慮して設計されている、艦隊のデザインには、特徴があります。レーダー反射断面積、RCS を低減するために、主戦隊、上部構造ともに、外国のステルス艦と、同じように、傾斜角がついているのです。そのため、全甲板から、艦尾方向に続くナックルラインが、飛行甲板下の後端まで続いています。上甲板の配置も、かなり変更されていて、全甲板に露天で配置される東洋病関連の機器、偽装が艦内に配置されたり、上部構造物が左右両舷までに張り出しているのです。このため、艦の上、甲板にこれまで設けられていた外に暴露している通路が廃止されました。日本周辺国の海軍においてもが、身型に相当する艦艇を少し調べてみました。中国海軍では、054A 型と呼ばれている、黄海2型、チャンハイ型フリゲートです。ロシア海軍では、アドミラル・ゴルシコフ級フリゲートです。このアドミラル・ゴルシコフ級のネームシップで、一番艦アドミラル・ゴルシコフには、マッハ9で飛翔するために、迎撃困難だとされている、極超音速兵器ツィルコンが搭載され、2023年、1月4日に大西洋を航行したことが話題となりました。この航行の目的は、ロシアがアメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO に対して、極超音速をいつでも発射可能であると見せつけ、脅威と感じさせることが目的だったと推測されています。そのアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートは、主兵装の VLS、垂直発射艦を32セル搭載していますが、が2型は、その半分の16セルしか搭載していません。数が多けりゃ良いというものではありませんが、実は、VLS には予算がついていますが、搭載するミサイルの開発問題などのため、未搭載です。そうした兵装の差は、水上戦闘艦として建造された、アドミラル・ゴルシコフ級ともが、身型の運用目的の違いにあります。が、身型は、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装を持ち、機雷除去、および、不設の機雷戦能力までをも付与された、文字通りマルチな多用途艦であることを物語っているのです。身型護衛艦は、62口径5インチ砲、127mm 単装砲が、1門、国産の遠隔操作式無人重火、RWS が、2機と 12.7mm 機関銃が搭載される兵装となります。固艦対空兵器としては、近接防空ミサイル11連装が1機、対水上艦攻撃用として、対艦誘導弾17式艦対艦ミサイル4連装発射筒2機、対潜水艦攻撃用としては、324mm 3連装単魚雷発射艦が2機搭載されているほかに、先述したように、マーク41垂直発射装置16セル1機の搭載が計画されています。
また、ヘリコプターの搭載機能も合わせ持っているので、SH-60 キロ哨戒ヘリコプター1機が搭載可能なのです。そして、この藻が身型護衛艦は、乗組員が約90人と考えられているので、従来の護衛艦と比べると、大幅な精進化を図った艦艇という特徴があります。役割的に全型と耳なされる DE アブクマ型護衛艦ですが、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルですからもが、身型よりは、一回り小さいサイズになります。しかし、乗組員は約120名と想定されていて、それよりも、大型で、かつ搭載兵器が増えているはずのもが、身型が、およそ3割も、人員が減らしていることが、いかに精進化が進められているかがわかるでしょう。省人化に、伴い、もが身型では、クルー制の導入が予定されています。これはもが、身型護衛艦3隻に対して、4組の上艦クルーを配置することで、3組が上艦している間は、残り、1組に休養を取らせるというシステムなのです。このシステムによって、定期検査や修理などに対応しながら、稼働席数を確保できるだけでなく、乗員の休養期間が確保されると思われます。こうすることで、もが、身型では、すでに就役している艦と、今後建造される艦の偽装が、すべて同じ時期になるように計画されているのですが、これについても、海上自衛隊では、初めての試みになるそうです。